前をお伺いしてよろしいでしょうか。マシのリマです。リマさん、リマさんご結婚されてるんですよね。はい、してます。今ご年齢おいくつ？今26歳です。でご結婚何年目ですか？結婚3年目。3年目。はい、でお子さんは？子供一人いますね。でも旦那さんとは夜がしばらくないっていう。うん、どうですか？そういう欲は今溜まってます？溜まってます。じゃあ今にもしたいみたいな気持ちはあるんですか？ありますね。めっちゃって今言いかけました。そういうこと好きなんですね。好きですね。もともと好きですね。ちなみに年上と年下とどっち好きなんですか？今までお付き合いした方は結構年下の方もいたんですけど、年上の方がいいかな。じゃあもし不倫するなら年上、年上じゃあ一番年上の方とベッドの上での経験って言いますと何歳の方と経験がありますか？40、50代くらい。ってことはもう倍ぐらいの5年ですよね。でその人は別にお付き合いした方とかではなく、ではない、なんかお知り合いの、お知り合いの。どうでした、その方とされた夜っていうのは。なんかでもちょっとリードをしてくれることが多くて、うん、年齢が近い方にない魅力っていうか、そういうのはありました、うん。具体的にベッドの上でのリードっていうとどういう感じがあれなんですか？なんか何も分かんなくても、うん、全部やってくれるっていうか、優しくくれたり、ツボをちゃんと押さえてくれてるというか。そうですね。じゃあ正直不倫をするなら、不倫するってなったら30歳くらい。それはやっぱ、それとこれはちょっと、まあそれはやっぱ30歳のがいいってことは、その元気さ求めてみたいな。元気さも欲しいんです。たまにその優しい感じも欲しいんですけど、うん、ちょっとわがままなんですけど。元気さっていうとどの辺がやっぱ楽しいわけですか？まあ、元気だといっぱいできるから。何回もしたいタイプ。うん。じゃあ一晩で最高何回戦の経験あるんですか？一晩で、一日ででも3、4回4回。それどういうスケジュールでですか？もうずっとご飯食べて、うん、移動して、うん、でちょっと休憩して、うん、でまたして。何歳ぐらいの時ですか？でも3年前ぐらい。ああそうなんですね。1回って何分ぐらいなんですか？1回でも長い時もあるけど、まあ、その短い時もあるんでバラバラなんですけど、うん、長い時はまあ結構1時間とか。すごいですね。それでも全然体力的にはいけちゃいました。いけました。だからまあ若い現役世代というか、一度脂乗った頃の人がいいんですね。ってなるとも旦那さんとしばらく、今どれぐらいしてないですか？今3ヶ月以上はしてない。じゃあもう辛いですよね。うん、結構来てますね。旦那さんとも誘ったりはする？私からはしない。相手から来たら、相手から来たら。でもそういう欲はまあ昔から強かったっていうのですけど、うん、学生時代から強かったんですか？あ、そうですね、学生時代から。一人でそういうことをしたのって何歳ぐらいですか？でも中学生。うん。おお、そう、きっかけみたいなのあったんですか？きっかけは、でも気づいたらしてました。ああ、もう気づいたら。気づいた。どういう感じで？まあ、その時はなんかもう実家っていうか家に住んでたんで、うん、ないし、うん、普通にまあ自分で自ら。初体験は何歳ですか？初体験も中学生です。じゃあ初体験より前お一人でした？あ、うん、少し後に初体験。あ、そうです。で、いざそのじゃあ初めて経験をするってことなんですけども、お相手ってのはどなたですか？先輩ですね。行こうで。場所は？場所は家で。先輩の。ああ、どうでした？そういうの好きだった中でした、初体験。まあでも最初は、まあ、ちょっと痛かったなんですけど、うん、でも、うん、徐々に、うん、めっちゃいいって感じじゃなかったんですけど、うん、
まあ、その先輩も初めてじゃなかったんで、慣れてるまではいかないですけど、そんなに痛い思い出っていうのはそこまでなかった。手ほどきいろいろしてくれて、でどのあたりから良さが分かってきたんですか？でも本当に良さが分かったのは18とか19ぐらい。きっかけがあったんですか？この人のこういうのからとか、相性良かった、相性が良かったのかもしれない。あ、でその頃も並行して一人ではずっとしてるみたいな。あ、そうです。週何回ぐらいしてたんですか？週1。じゃあもうずっとそういうのが好きで、で、まあ、ご結婚されて、でちょっと今空いちゃってるからっていうことですね。お酒を飲んでされるのと、お酒がないシラフでされるのとどっちが好きですか？私がお酒弱いんで、あんまりお酒2人でなんかベロベロになってっていうのはあんまないですけど、飲まない方がいいかな。じゃあ今日は普通にご飯行ってその後みたいな感じで。ちなみにシャワーっていうのは一緒に入りたい派ですか、それ別々の方がいい？一緒に入りたい。シャワーから始まってるみたいな感じじゃないですか。シャワー別々に入っちゃったらなんか気まずくないですか、その後。もうそこから、そこから始まってるみたいな。じゃあ洗ってあげるみたいな感じですか？まあ洗ってあげる。もう本当に母性がすごいですね。そこで始まっちゃうみたいなことも過去はありました？ありますね。それも全然いいんですか？全然いいです。そうなりますね、こんなね可愛い方にそんなことされてたらね。電気はつける派、消す派？薄暗い派です。あんまり真っ暗すぎても相手の顔も見えないし、何が行われてるか分かんないから。でも明るすぎてもちょっと雰囲気ないんで、薄暗いのがいいかな。その好きな体勢でどういうのが好きですか？体勢はなんか向き合う正面で。それ何がいいですかね？やっぱ一番は顔が 見えると。ああ、じゃあやっぱりなんかそういう見つめ合ってとか、気持ちが結構大事なんですかね？そうですね、やっぱ気持ち大事。じゃあずっと目を見つめてるみたいな感じですか？まあでも結構見つめてること多いかもしれない。でも旦那さんの時とかどうですか最近？あんまり上手じゃないので、私からしてあげるみたいな感じなんですけど、まあ、本当はされる方が好き。そうなんですね。例えばその下半身からあふれ出ちゃうみたいなことはあるんですか？ありますね。あるんですか。どれぐらいですか？どれぐらい？いっぱい。いっぱい？いっぱいって言うと、例えばベッドはどういう状態になるぐらい？ベッド絞れるぐらい。あ、そうなんですか。どういう気分なんですか、そうなってる時って。恥ずかしいし、なんかちょっとやっちゃったみたいなのはあるんですけど、いいかみたいな。そうなんです。そんな状態になっちゃったこともあるんですね。そんな女性が3ヶ月もしてないってなるとね、宝の持ち腐れすぎますもんね。まあ、ちょっと今日お時間もね、まあ、少しゆっくりありますね。もう、お休みも久しぶりだと思いますので、まあ、ちょっとリラックスしながら、まあ、お食事に行ってホテルの方で体をね洗ってみたいな。じゃあ最後に得意料理だけ教えてもらっていいですか？得意料理は和食です。和食？すごい料理上手なんですね。いや、そんなことないですけど、和食が結構好きなんで、食べるのが。なので結構作るのも和食になりがち。健康的ですね。わかりました。じゃあ本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。